横浜ドラ1、渡来龍樹さん、15試合連続安打。 DeNA ドラフト1位の渡来龍樹が癒しが、2回西1塁で回ってきた第2打席で、オリックスの山下から右前に会心のヒット。練習試合も含めた実戦15試合連続、オープン戦では12試合戦連続のヒットを放った。このヒットでオープン戦の打率は4割3分2厘と好調をキープ。規定羊たちながらオープン戦首位打者も視界に捉えている。また打った、15試合連続ヒットきた。はい、今日も天才。これは新人王取れそう。これもう宮崎だろう。渡来マジでストレートに強いな。1打席で俊平太の速さになれたか。俊平太のストレートでも2打席目では合わせるか。2打席目の渡来強すぎる。2打席目で合わせるってマジなんやな。こんなんポジリ止まらんやろ。渡来当たり前のようにヒット1番スタメンだな。渡来インコースのストレートに強すぎ。変化球攻めされまくるのでは。渡来は変化球攻めされてどうなるかだな。渡来のストレート打率すげえな。渡来は心配なさそうや。俊平太から打てるなら期待できそう。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。